カッチ新しいおもちゃ見つけたな。カッチ選手にインタビューしていきたいと思います。どうもフリー Wi-Fi だよ。フリー Wi-Fi のノアヒカリです。カッチャナオです。はい、はい、今回の動画なんで動画を始めたか、いきなりこの試合後とかそういう話しない？先にします。スケジュールが詰め詰めすぎて、あの休みがない。もうこれからないです。で急遽あの試合後に動画を撮ってます。あの保身のために言う試合後だからボロボロなの。、はい、許してっていう。大雨です、外は。あ、本当。はい、そうですね、4月15日後楽園ホール大会でプリンセスオブプリンセス王座に挑戦するということで、すごい読むじゃん。はい、選手にインタビューしていきたいと思います。はい、その前に答えれるかな。はい、タコ紹介をさせていただきます。タコ紹介。はい、タコ紹介。さっきね、私あの東京女子のサイトでナオさんのことを待って、いや、どっちか分かるんですけど、こんなに一緒にいるのにさ、公式のさ、ホームページ見たの？見ました。やめてよ。千葉県3月20日なのは分かってるんですけど、知ってるね。身長が161センチあることに私びっくりして、そんな大きかったんですか？違うのよ、なんか試合で流れ、いや、あの試合で上がってる写真見てみ、結構身長さ。本当ですか？え、なんか東京女子のみんなって大きいですよね、意外に。ああ、そうだね、160センチあるんだって思ってびっくりしました。あるよ。違う、なんか本当に毎回なんかやめてって、あの許せないっていつも言ってるのが、宣材写真とかプロレスカードの撮影来るときにこんな厚底履いてくんので、頭を並べてくるの。いや、もう足を長く見せたいその一心なんですよ。あ、そう、こっちの高さじゃなくて、もうこっちの高さです。あと辛いものが好き。あ、好き。めっちゃ好き。すっごい辛いの食べますよね。食べる。なんかコンビニのめっちゃ辛いインスタントラーメンを爆買いしてたんですよ。なんか一緒にタイトルマッチ前、タッグのタイトルマッチ前に秘密の特訓をしようってやって、コンビニに寄った時なんか袋麺買って、なんか普段行かないコンビニだったんだよね。そう、地元にはないから。すごい辛い袋麺と、なんか辛いカップ麺と焼きそばがなんかいっぱいあって、これから練習行くのに私こんなのなかなかないからって言ってたの。辛いものが好きだわ。そう、なんかストレス発散になる。あ、辛いもの食べる。確かに、なんかストレス溜まってると辛いもの食べたいみたいなありますよね。ね、そう、うん、なんか甘いものじゃなくて私辛いもの。ああ、なるほど。そう、最近食べた辛いもの。あ、昨日、うん、試合前に。すごい。なんか辛いやつは基本ね、あの世の中に出てる辛さレベルみたいな、うんうんうん、あれマックスでも基本絶対嘘なの。なるほど。辛くないの、うん、辛くないから、なんかお椀で食べれるさ、あのカップじゃないね、あのラーメンみたいなのあるじゃん。なんか最近こうちっちゃい、ね、そう、それの辛いバージョンが出て、それを食べたけど全然辛くなかった。楽しい。え、私たちこれ辛い話で、ね、大丈夫ですか？試合の話行きますよ。そうだね、一生は辛い話できちゃう。危ない危ない、やめよう。なんかもうね、こうふわっとしてていいって言われたんで、うん、え、でもタコ紹介今辛いものが好きと身長が160超えてるっていう話しかされてない。あとで分かってます。あ、知ってるよみたいな。もっと多分全部、うん、知ってるって見てる人いると思うし、猫飼ってます、うん、ブンチンマルとモンチロでしょって初めてかもしれないですよ。どうもー、ああ、ひかりです。2匹いるんですよ。そう、うちのお母とも会ったことあります。あります。薄っぺらいね。ありがとうございます。いや、あの、はい、1個言わして、はい、この、あの、こういうの聞かれるよみたいなのをあの先にね、うん、私がもらうより先にひかりちゃんの事務所が受け取ってて、はい、そうですね、山田社長から来たの転送してくれた時に、はい、タコ紹介新しいねって言ったら任せてくださいって。ふざけんなよ。任せて、ほら辛いものが好きと。あ、そうね、確かに自己紹介では確かに言おうと思わないから、うん、まあいいでしょ、次行こう。はいはい、はい、じゃあ試合のちょっといきますね。はいはい、なぜ挑戦をしようと思ったか。戻れないよ。この
流れでその話にはもらえないよ。でも本当そうね、ちょっとね、うん、タイミング的にはめちゃくちゃしんどいタイミングじゃないですか。は今になって思ってでも別に後悔はしてないよ、うん、なんかそのもう別に事前にさ前々からさ挑戦したいみたいな話したことないじゃない、うんうんうん、そうね、そう有明の試合が本当にすごすぎて、でしかもさなんかあの多分みんなお客さんも多分入場してきた水木さんがもう泣き顔だったのを見てたと思うけど、もう楽屋からそうだったの本当に。でそれをなんか頑張れってなんかあね、いつもいざこざいざこざしてるけど仲悪そうですもんね。そう仲悪そうに見えてるけど裏ではやっぱちゃんと大人だもん、大人っていうかちゃんとねそういう一面もあったりするから、うんうん、水木さん頑張れってギューしたんですよ、うん、送り出してましたもんね試合。えそう、うん、あのそれは別にあの水木さんが入場ゲート持ってたのだけそういうことだったのかちゃんとこうみたいな。でもう私はね試合終わってるから一緒に行きましょうってして頑張れって、うんしたんだけど、なんかそれを見てたからこそ、うん、なんか試合見たらいやすげーって思ったし、うん、やっぱなんかそのマジラビっていうさタッグの関係性とかもある、うんうんうん、ゆかさんに挑戦するっていうやっぱゆかさんは水木さんにとって特別な存在じゃない、うん、すごくだし5回目の挑戦ってすごいと思うんだよね、うん、東京女子に来てから5回挑戦して、うんやっと、うん、なんか自分がさずっと挑戦して取れない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 ってなってて、うん、5回目ってどう思ったら踏ん切れんだろうねみたいな。確かに確かに、うん、だからね水木さんにもその自分が行くっていうそのタイミングがきっとあったんだろうけど、うん、なんかその直前の水木さんを見てあんな試合を見せられたらマジですごいって思って、うんうんだからその挑戦の時に、ね、一番心を動かされたのは私だって言ったけど、うん、本当にそうなんだからなんかその舞台とかあったんだけど、うん、なんか今が良かった。あーなるほど。そうなんか誰かが挑戦してとかでそのままね今2冠だけど、うん、水木さんじゃない人が持ってる可能性だってあるし、うん、なんかもし防衛してても2番目3番目が嫌だったんだよね、うん、一番に自分が今一番こううって動かされた時に、うん、もう行きたいってなるほどそう思ったかな、うん、でも本当に本当にもうスケジュールつめつめじゃないですかアメリカもいろいろあってねえそうなの、うん、だからもう昨日も9時半まで稽古場にいた夜うわー、稽古場いて帰ってそうですよね今終わったって連絡来てなんかそう常に LINE してるから、うん、そう今から帰るよって LINE 彼氏みたいなあの電車乗ったら一回ひかりちゃんに帰る報告の LINE するみたいなそうでも大体そうすると「お疲れ様です」あの精神安定剤みたいな私の本当にすごいですよ。私なら絶対文句言ってますもん。いやでもさ、いや思うよ。なんかしん、うん、うわしんどって思う瞬間あるけど、うん、でも自分が決めたことだから、まあ、そうですね。そう他人に決められたことじゃないから別に、うん、もういや自分がやるって決めたんだからって、うん、なんか思うし、うん、なんかねなんつうの。考えようと思ったら舞台のことっていくらでもなんかセリフを思い返したりとか、うん、今日の稽古でああだったのって一生考えれちゃうから、うん、もう一旦もうそのひかりちゃんに LINE した時にはもう一回考えないよ舞台のことは一回もう忘れるそのなんか切り替えができるのがすごいなって思います。いやでも意識してよ。なんか別にナチュラルにできますみたいな、うん、そんなスマートな人間じゃないからそういやもう一回何としてでも絶対考えない。もう舞台のことは一回おしまいそう、ね、もうとりあえず明日試合行く支度する私寝るみたいな。えでも明日も普通に稽古は、はい明日はもう一日稽古です。えでこれタイトルマッチはずっと毎日ノー休み一日ずっと稽古です。しかもタイトルマッチ終わってすぐ稽古行きます。そうですよねベルト取ったら全員で集合写真撮らせてください。わーいい絶対見たい。お願いしてるのみんなに。いい、ね、なんかそんな人いないじゃない、うん、舞台の稽古場でチャンピオンベルト持って真ん中にいる女はいないから、うん、そう、ね、そうなりたいって思ったらそうなんかなんかあの
私もなおさんの舞台何回か見せて、うん、結構来てもらってるんですけど、あの最後にたまになんかみんな集まって一言みたいなあるね、カーテンコール、はい、ベルトとか持ってたらはってなりません、気になるってなりません、それ、ね、でもそう、あのお客さんにもね、なんかそのベルト取っても会えないねって言われて、うんうん、それでもあの舞台見に来てくれるって言ってたから、うん、あ、カーテンコール持って出るわって、着物だよね、え、絶対に会えますよ、絶対あの作品だよね、うん、みたいな、うん、そうえ、全然いいと思います、お客さん、え、誰になるけど誰って思ってもらうことが大事なんですよね、大事、東京女子プロレスの方なのですって言ったら、またね、いや、東京女子に客席の人がプロレス見に来てくれるかもしれない、そう、ね、そう、しかもなんかそれで掘ったら、え、舞台の稽古中にタイトルマッチ、ね、どういうことみたいな、絶対気になりますもん、それはね、どういうこといや、なかなかクレイジーな挑戦するなって私は思いまして、いや、もう私だからさ、終わったらね、ひかりちゃんに、ね、終わったら映画見に行こうそう、私たちの見たい映画があるんで、ちょうど舞台終わって数日後ぐらいに、ね、始まるんで す、ね、上映が行こうねって言って、であのなかなか叶わなかったご飯も、あ、そうそうそう、辛いやつ、あ、そう、辛い鍋つきに行こうねっていう約束をして、そうそうそう、そう、なんか自分に ご褒美を与えていく式じゃないと、なんか折れそうになるのよ、まあでも今のこの環境だと、いや、もう昔からそう、学生の時からそう、もうなんかあのクラスで何万以内に入ったら、うん、お母さんこれ買っていいよの約束で、必死こいて勉強してたタイプだから、そう、なんか消化性、なんつうの、そのた与えてもらえる約束を取り付けて、うん、そのために頑張るすごい、でもそういうの大そういうのでモチベーション上げるのは大事だと思う、そう、自分をね、なんかこう自分のモチベーションはやっぱね、自分でね保った方がいい、うんみんなになんか頑張ったらご褒美もらった方がいいですよ、なんか欲しいもの、もの、もの、え、わかんない、ベルト取ったら考えるね、あ、ベルト一番これがもう、そうですね、欲しいものですもんね、そう、お前さ、今日ポーちゃんさ、あのなんか試合でさ、あのせめて言ってって思うベルト回収してましたね、基礎さんかなみたいなベルト取ってやった、はい、違う違う違う私も絶対撮るまで触りたくない人だから嫌なのよ、なんか一回でもお客さんの写真の中にベルトを持ってる自分が収まるのが絶対嫌なの、だから、え、もう本当にいらないってなって、だって私もセコンドついてて、この子怖いなって思う最後コメントの時も取りに奪いに行った、怖い、ポンちゃん怖いよ、横がね、インペイラーですからね、いやーですね、ポンちゃんもあれタイトルマッチ決まったんですよ、そうそうそう、ね、だからポンちゃんもプチ前哨戦みたいな感じで、そっかそっか、だってエリオンでしょ、そうですね、そうだよね、次に、みずきさんへの思い入れは強いですか人前であんまりみずきさんを褒めたくないし嫌なのよ、そう、どこにいてもマジラビの標的にされてるんですよ、え、そうよ、多分表に出てるのなんて2割、え、そう、なんか道場に行って私が目を離してる隙にゆかさんとみずきさんになんか技決められてタップしてる時ありますもん本当に容赦ない、ゆかさんとか本当に容赦ない、すごいです、なんか最初なんか本当ゆかさん力加減おかしいからそう、なんか急にあのサイレント急に来るのよ、いやーなんて、なんか正座する上かなんかに立たれてる時あって本当に衝撃的でしたそう、みずきさんニコニコしながらゆかっち新しいおもちゃ見つけたなそう、山下さんのネクストおもちゃなんで、ああそうネクストおもちゃそう、わかんないけど、もうキラキラしてますもん、ゆかさんの顔がなんだろうね、そうだから、うん、あんまりね、そう言いたくはないけれども、うん、言いたくはないけど、まあ見ないでしょうから水木さんはこういうの絶対見ないタイプだからなんだろう、そうなんかね、やっぱ外の育ってだから、なんかここに来るとやっぱね、うん、あ、そうなんだってお客さんの感想が、うん、あの昔の女子っぽ試合みたいな、やっぱあのよく言うさ全女子みたいなさ、はいはい、あるじゃない、まあね、そうなのよ、私も水木さんも育って教えてもらってきた人がそうだから、
もともと私がいた団体を知ってるから水木さんは、うんうんうん、ゲストで参戦してくれたりとかしてて、うんうん、でそれこそ水木さんとグリバタで一緒にやってたさきさんがいたから、そうだからね、そういう縁もあって多分参戦してくれてたみたいなのは、うんうんうん、多分あると思うんだけど、うんうん、なんかその環境を知ってるからこそ多分ね理解してくれる部分はあって、うんうん、元の血があるからね、なんかそこでなんとなくこう理解してくれるとことか、そうそうそうはあるなっていう、うん、なんか安心感っていうか、なんか仲間意識とはなんか違うけど、うん、なんかどっかで分かってくれてる部分がある人、うん、そう先を走ってる先輩っていう感じ、うん、だからキャリアは水木さんの方が全然、いや全然もう全然、だってこの間10周年でしょ、私5月来月で8周年だから、うん、先輩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 ですえじゃあ水木さんの痛い技、一番痛い技は何です、なんで一番を一番ねいやでもねフットスタンプかな、なんかさ、うん、細いじゃん水木さんって、ね、だからなんか分かんない、多分食らったことないですから皆さんは、それはそう、そうなんか軽いって思うでしょ、うん、あのねなんだろうね、イメージで言ったら普通他の今まで食らってきた水木さん以外のフットスタンプはなんかベチャーみたいな水木さんのはそうなんか鋭利なイメージ、だから軽い細いからといって侮るなかれって感じ、いやそう、それは本当にそうですね、フットスタンプだよフットスタンプ今そうそう、だからお客さんも平そうなんだと思ってほしい、うん、水木さんのフットは鋭利です、鋭利です、シャーンえじゃあベルトを取った先のことは考えてますか、今後どうしたいかとか、ベルトを持って持ったことないもん、そうですよね、そう、なんか、だからずっと言ってる、持ったら分かる景色があるみたいな、分かんない、なんも、なんかさ、変わった持って、でもやっぱ、なんだろう、持った方が可愛くなります、大事になる、ベルトが、ベルトがびっくりした、自分が可愛くなって、やだ、持った方が可愛くなりますみたいな、さっきの不正みたいなのやめたら恥ずかしい、恥ずかしい、今のはベルトマタラズでしょ、完全に持ったら可愛くなりますよ、ベルトが可愛くなります、あなるほどね、愛着ね、そうですね、守れば守るほど大事になるし、そっか、うん、なるほど、ね、やっぱ当たり前にあるものになると、うん、亡くなった時が怖くなるし、いやでもそうだよね、なんかさ、そうだよねってかさ、うん、守ってるものを失った、うん、その先を考えるんだもんね、うん、なんか守ったことないからでもプレッシャーになりますね、そっか、うん、なるほどね、なんかだからそういうのが何にも分かんないから、なんか持ったらこれやりたい、あれやりたいはあんのよ、うん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 、でもなんかそれはなんかビジョンじゃないから、うん、その時見えてない、まあ多分巻いたら分かる、一番東京女子の最高峰最高峰のベルト、そうだね、 あれを持ったら東京女子の顔ですよ、そうだ、そうですよ、そっか、やっぱ歴代のこの顔を見て、いやすごいよね、うん、そうなんだよ、すごいよね、うん、そう、でもなんか今までそのプリプリのベルトを持ってきた人で、うん、なんかこうフリーの所属、フリーで参戦してる選手で持つっていうのがないじゃない、うんうんうん、だから新しいなんか見せてくれよみたいに言ってくれてる人がいて、うん、あ、なんか私よりやっぱり東京女子の歴史を知ってるから、うん、そういう部分に思いがみんな行くんだなって、みんなより私の方が思考が追いついてないかもしれない逆にみんなの方が先よね、そうだね、うん、そうだからそんなかっこいいこと言えない、うん、まあ持ってから、持ってから、取ってから、はい、まずは書いてます、まずはそうよ、ね、私は巻くところ楽しみにしてますよ、ね、本当にあれやりたいですもん、あのパートナーがこうやって、あやりたい、じゃあそうして、はい、私だってあの時まだフリーワイファイじゃなかったんで、そうだね、今回ど
コロナ禍も薄れてきて、そうだね、お客さんもいっぱい声援送ってくれると、ね、マジで声援って大事なんですよ。大事。今日改めて思った。そうね、本当に。なんで皆さんどうかたくさん声援を、なんか恥ずかしがっちゃいけないと思います。お客さんが思ってるより選手って声援聞こえてるし、聞こえてる。なんかやっぱ肩上げなきゃみたいな時に声を聞くと頑張んなきゃってな思うし、そう、なんか名前呼ばれるだけで何て言ったらいいか分かんなくても、うん、名前呼んでくれたら聞こえる、うん、なんかよしよしよしってなるよね。そう、だから本当に恥ずかしがらず、あの一回出しちゃえばもう怖くないと思います。そう、そうなんだよね。なんか周りが出してるから、あ、出していいかもみたいな、こう探り合ってると探り合ったまま終わっちゃうみたいな。なんで私は当日頑張ってセコンドでめちゃくちゃ声出すんで、みんなも一緒に貫いてやってください。私が一人でバカになってるかもしれないんでそれにみんなついてきてくれればよろしくお願いします。大丈夫大丈夫。はい、じゃあ自分じゃ人間としての長所短所、人間としての奈緒さんの長所、自分から見て自分の長所と長所。